水野美紀のシネマライフ。美紀さん、はい、美紀さんが思う優しい嘘ってどんな嘘ですか？これね、はい、子供と接するときに、うん、なんかやってもらいたいときに親がこうやってやるんだよって見せるよりも、うん、できないのを見せた方がやってくれるってことを最近気づいて、最近だと縄跳び、はい、飛んでみせ、全然できない、はい、飛べない、これどうやってやるの、そうすると子供が貸してってきて教えてあげなきゃと思って、ほう、自分が練習して、はい、見せてくれようとするの。そうなんですか？そういうのをね、最近よくやります。お絵かきでもパズルとかでも、はい、ママわかんない、教えてって言うと、なんか一生懸命やってくる。なんかお子さんにもよるかもしれないけど、うちはそっちの方がなんかね、やってくれるね。優しい嘘ですね。優しい。これ以上のは思いつかないわ、今。思ってるも何倍も優しい嘘が来ました。でもたまにさ、先輩とかでさ、はい、同じ話を何回もさ。ああ、するね。うん。ああいう時に、あ、僕はすっごいそういう時優しい嘘つきますよ。どうする初見のように。いや、もう初めて聞いたかのように。そうなんですよ。それも優しい嘘だよね。ですよ、うん、ですよね。あれ、優しい嘘ですよね。うん、俺、うちの奥さんにそれすると、うん、すごい、あんたそれ前聞いた話でしょって、それなんでそんなんか初めて聞いたような顔して聞くの。なんでそんなつまんない嘘つくの。いや、話したいんだからさ。それを、ああ、そうすかって話させてもらう、あげた方がいいじゃんって。本当、そういうとこが一番嫌いって言われて。本当に、あの、僕はそういうね、優しい嘘と思ったんで、家では大体逆効果が多いですね。難しいね。難しいですよ。奥さんにとってはもう、そんなつまんない嘘ってなっちゃうんですね。そうなんです。なんでその、サモ初めて聞くように。へえみたいな。あるんですよ。難しいとこだよね。だからそれがさ、旗から見てるとなんかこうバカにしてるようにも見えちゃうかもしれない。もう正解がないよね。そう、この間聞きましたよ、言ってましたよ、あ、そうか、ごめん。まあ、笑いになる場合もありますけど、それもなんか先輩のキャラにもよるじゃない。そうですよ、あ、そうなんですよ。そうだよね。いや、だからもう本当に今もういっぱい、もうそのさっきの話が出てきましたけど、テレビ番組奥さんと見てて、うん、僕はもうそれを一回見てるんですよ。で、なんか豆知識で、奥さん初めて見るから、その奥さんにその僕が初めて感じた感動を同じように感動してほしいじゃないですか、うん、だから見て、へえ、こうやってこうなるんだ、これすごいよねって、びっくりした、初めて知ったわって言ったら、あんたこれ一回見たんでしょ、うん、見たの知ってるんじゃないの、うん、え、なんでそんなリアクションしてんの、いや、こう一緒に俺もびっくりした方がこう楽しいでしょみたいな。そういう時本当嫌い。私は私で勝手に、ああそうかって思ってるから、いらないか、そういうの。我が家のね、優しい嘘は難しい、本当に難しいんですよ。奥さんうるせえなってなっちゃう。うるせえなってなっちゃう。そうです ね、嘘も TPO が難しいです。そうですね、はいはい、やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです。俺一人。